帯広競馬場今日のメイン競争3歳以上牝馬の重賞ダスキン帯広賞カーネーションカップ第17回 BG3 番映フルゲートです馬場水分は1.0%人気はトップハンデ8番の桜姫に集まりました合図が勝ってスタートしました 1> と第1障害に向かいます最内ダイヤカ矢ヒ姫3番のすい上がってきました最初の障害です各番上って下っていきますロングビューテーそれから北青さくらんぼ後ろからペースが落ち着いて一二障害の中間点に差し掛かるところ人気8番のさくら姫昨年のチャンピオンダイヤカ矢ヒ姫先行していきます重賞初挑戦9番の茶茶クイーンそれから4番北青さくらんぼ 5番、アロー力姫刻みながら進んで6番、ピュアリー七星7番、錦リンと固まります2番の新鋭アロイ3番のスイ重症8勝戦10番のロングビューテーですさあ人気2頭が先行していきます8番の桜姫先頭で第2障害手前です前半54秒で来ましたダイヤカズ姫そして3番手以下が集まるところ番ーポイント第2障害です 1>, 1番のダイア克姫そして8番の桜姫仕掛けていきますぐいぐいっと上がっていって今年はすんなりきました8番の桜姫先頭で第二障害クリアあーダイア克姫膝をついている6番のピアリー七瀬それから7番の錦マリン下ってきましたあと2番の新ン,ンアロイ3番のスイその後にアローリキ姫ようやく1番のダイア克姫です 残り30を通過して大きなリード8番の桜姫が先頭問題は2着争いスイスイと3番のスい上がってきたそれから6番のピュアリー七ら残り10を切りましたジョッキー持ったまま8番の桜姫圧勝です2番手は残り 10m3 番のスイがいきます残り 23m3 番のスイ2着その後2番の信玄アロイ上がってきました シンゲアロイ3着あとは錦マリンピュアリー七瀬それからロー力姫4番の北西さくらんぼその後に9番茶茶クイントロングビューテーダイヤカズ姫生涯苦戦しました